OK。 どうもシャーペンです。これ毎回ムービー入るのいいっすね。これで袋に挑戦可能になると。ほい、解放されました。はいはいはい、ちょいムズかもしれないですね。てかギミックまで見てないんだよな。ここで金木ハマったんですよ、この捨て荷で。これ金木のギミックだったんで、でこっちがまあこれもアナスタシア関係なくだったんで、ちょっと予想がつかない。わ、地雷ブロック魔法陣、あ全然違うとこ来た。で水属性だけ、属性も縛ると。あれじゃん、アマテラス組じゃないですか、新アマテラス。まあ、とりあえずこれですかね。まあ、関係ないとはいえ、その未開の方でそのアジテーターとかおにゃんこも、おにゃんこじゃないわ、ニャルホテが貫通でハマってるんで、これは逆に反射じゃないかっていう。まあ、でもアジテーターはさすがにアシストの影響で強化もされますし、入れようってことで。ただ自分は反射で、シャトル好きって言っといて、僕あの身が全部剥げてましたね、これ。これの名残が戦の。天使なんですか。とりあえずもうバッタバッタと。まあ一応ここは周回型になってるんで、しかも運悪の編成も想定されてる。バフ、あー敵もバフかかる、なるほど。あこれやばそう、これ。あさすがにそんな厳しくはない。攻撃がないときに天使倒そうってことか。それでやっと、あーでもしっかり硬いな。うわ結構ちゃんといつものコラボ周回型長期よりかは難しそうですね。でここは、あちょっとザコ怖いな。コンセプトはここで分かりやすいですね。もうバリバリ倒しましたけど。もうボスの攻撃じゃなかったら大丈夫でしょ。あでもなかなか忌憚がいて、ここで倒すと結構怖いよっていうことですね。怒りぶ、あー今友情もしっかり入ってますね。撤退はする。これ周回か。でもどこがいいんだろうな。明らかに難易度上がってるし、やっぱ2面の方がバランス良さそうな気すんな。ここを周回するメリットってのはまあその、ね、コインいっぱいもらえるっていうぐらいですからね。1回クリアしたらあのストライカーカードとなんだっけ、枠民イエルか、枠民イエルでかいっすよね、もらえるんで、あとは他のところで集めればいいっていう。なんか別に他の要素ないっすよね。あとまあミッションか。ここあとその他キャラクター2体以上でクリアがあったか。それで、誰だろう、結成。みんなとりあえず良さげですけどね。もう対応していたら。まあ、貫通反射もそんなに差はなさそうですし、強いて言うんだったらちょっとヒラメが怖いんで、シャトルのこの SS のバフが生きてくるんですかね、ボディアップバフが。うわめっちゃいる、これカンカンだな。まだシャトルマジでいい性能だったんで、本当に使える場所がね、まあ、実際ダメをもらって金にでくるんだったらでかいですし、サポーターとして強くなったかな。やばい、アルマイユの位置が行かれてる。これは一旦倒しとくか、で丁寧にね、で一発でクリアしたい。ちなみに僕はこの後2時に新幹線乗らなきゃいけないんで、ちょい焦りしてますね。丁寧に丁寧に、まあ、それに負けてもそんなに。横でもここ積んでたんだけど、しかも即死ではないな。2回ぐらいミスったら終わりなんだな。こっからの回復要素はないんかな。でこれでいいんじゃない。いやでも倒した方がいいかな。いや今噛まれてなかった。アジテーターのあのバフというかバリアか、なんか HP 回復したくていないですかね、これ。ちょっと待って。そう、これ、それやめてくんない?え、これ、これ、危ないよな。パック使うか。その積みポイントやめてほしいな。まあ下にいるなってことか。ナイス。まあ、下に行かない方がいいよと。え、これもやばいな。
まあ金取ったら大丈夫か。オッケー、なんなら倒した。マジでちょっとめんどくさいコラボ集会型長期みたいな感じっすね。自己要素も入れてくると、お、暗くなった。一緒でもないけど、なんかより派手になったな、長級の方よりも。これあんま刺さってない、もしかしてアリババアルファ。あれあれか、結局アリバなんだ、 SS かい。なんかライトポジションキャラ的なやつ持ってた記憶あったけど全然関係なかった。ちょっと SS がめっちゃ強いですからね。最近もなんかいろいろと記憶が混濁してきてる。これ天使は倒せるときに倒した方がいいな。毎ターン蘇生されてるし、あ、全然毎ターンじゃないか、どっかのターンで来るのか。ないときに一斉にやった方がいいな。いや、のっちゃんしっかり勝て。シャトルバフ行きたい。あー、でもこれ来るな。天使蘇生ある。一発目やっていいだろ。しかもこれでボールアップもするし、あら、危ね。しっかり勝てえな。これでどんぐらい来るか。怖いね。ボディアップしてるとはいえ、してなかったら結構いってたな。ナイス。これあんな前結構いいな。これがライトか。そっか、これライト判定なんだ。でかいからか。ザアリガは SS のフィニッシャー能力でどっかでザコいっぱいいるとき打ちたいな。いや、しっかり勝て。アジもどこで打とう。ウッピーか。これでバフ食らえなくなるかな。先にバフもらえるか。バフからのバリアでいける。これ結構完璧な布陣な気がする。横でよければ。ナイス。だけどずれてるね。いや、これかわいそうだわ。かわいそうで自分でやったんですけど、ごめんよ本当に。あんだけアマテラスでお世話になったのに。これどうしよう、バリア、まあ、どうせこれバフ欲しいから割ってもらうか。いや、これあんな前強いな、もしかしてキラーがバッツリ刺さってんのか。ナイスバリア。まあ、そもそもアップもしなかった。アリババラスが残ってんのうまいな。いや、これ周回ダメじゃないですか。いや、全然ステニーの方周回した方がいい気がするんだけど、今のところの感想としては。まあ、やり方が間違ってる説もありますけど、何かちょっと自己要素もあるし。アンラが、あ、バブリーか、やべえ。みんなの SS をしっかり把握できてなかった。めちゃくちゃ敷き詰められてんだけど敵。なんか配置アマテラスっぽくない。下にこのザコ、あれがイザナミで。気のせい。バリア割れてない。あ、まだ割れてねえか。これバフも食らえてないか。これバフもらえてないな。これ落とし穴かもしんない。さっき割ってもらえばよかったな。ちょ、天使ください。
全然バリアが割れねえ。いや、即死じゃないよな。何持ってる。いや、これ怖い、ちょっと。もったいないかもしれないけど。早く。いや、遅え。いや、しょうがねえけど。あと、お前、バリアまとってなんかい。いや、もう、ここに表示されないか、バリアって。もう、そうだわ。自分の状態じゃないもんな。アンラマイのバリアかと思った。やばい、もう、グダグダ。え、終わりかな。え、じゃあ、だったらこれ、開けないがよかったかな。あやばうわ、もう失敗した。で、はい、まあ、初見負けてしまって、この後2回目やったんですけども、すみません、マイク取れてなくて、もうぐったぐだですね。この後控えてるから、多分。で、これ、初手でアリババルフ出たんですけど、まあ、これはもうでかかったですね。ここでしっかり処理できるっていう。で、あとやっぱアジテーターの SS はちょっと、バリアはワンチャンバフがもらえなくなっちゃうんで、あんま打たない方がいいかなと思いましたね。まあ、ちょっと基本的に、まあ、バフかけれる、これ、シャトル強かったな。結構、火ダメ怖かったんで、ボディアップワーファーでかかった気しますね。で、あともアンラマユの火力。で、まあ、アリババルファフィニッシャーで。反射有利なんかな。まあ、加速怖いですけども、まあ、でも天使いっぱい処理したい時もあるし、天使はできるだけやれる時に全部処理しておいて、事故を減らした方がいい気もするんで、まあ、シャトル強かったなと思いましたね。まあ、もしかしたらなんか他に攻略方法が残ってるかもしれないっていう感じですけども、まあでもちょっと、これ周回ってのはないんじゃないですかね。ここ周回して、なんか攻略を編み出された話は別ですけど、か、もしくは、なんか隠し要素というか、それ期待するかもしれないですけども、それがあったらね、ワンチャンですけども、基本的には、クラスコインのし、あ、クラスコインじゃないわ、グールコインかは、黒犬の方じゃないかなと思いますね、やった感じは。ということで、まあ、言うとこれで勝ちなんですけども、どこで終わったか。マジで天使処理怖かったなぁ。本当に久々の周回めちゃくちゃめんどくさい長距離みたいな感じありましたね。これで上ハマったか。まあ、ということで、まあこれも締めますわ。よかったらコメント欄か皆さんの、クリアパーティーとかお待ちしております。あと1000円チャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、もしもしお願いします。今回もぜひでは、ご視聴ありがとうございました。さよなら作戦。